ジャッカルです。この度ね、革ジャンをね、大改造を頼んでたやつが、ついに、3月何日だ ?27 日にね、出来上がったと。お昼に電話があったんで、玉造りにある古着屋、G エンドに取りに行ってきました。その、改造した革ジャンが、これです。ショットの641、ダブル X、ホースハイド、サイズは38です。で、肩幅はね、ちょっと着てみて、どういう風になったかっていうかね。で、前はね、こう、中にもトレーナーとか結構厚手のものを着てもだいぶブカブカやったんですよ。で、今回、今回はね、ちょっと、立ったらこんな感じですね、今。今、じゃあちょっと回ってみます。逆回りと。で、ちょっと締めてみます。締めるとどんな感じになるか。締めるとこういう感じですね。何を改造したかというと、型は、そのまんまで、この身幅を大幅に、詰めました。詰めたっていうか、どういう風に詰めたかというと、これですね。これどっちがどっちやろう。こっちはこっちかな。この脇にある、脇っていうかサイドのパーツを丸ごと取ったという。なので、この身幅がね、これがさっき測ったんですけれど、この中央ら辺が7センチぐらい。7センチちょいかな。で、一番太くなってるとこで 8.5 センチぐらいなので、およそ、7センチから 8.5 センチを身幅が詰まったという感じですね。で、周り、胴周りで言うと、14センチから17センチ、14から17センチ、詰めましたということです。で、これで、T シャツの上から、ちょうどいいかな、という感じで、あとちょっとトレーナー着てきたら、ビチビチになる、ビタビタになる、っていう感じで、いけるようになりました。で、あと、身幅と、あと、袖ですね。袖の幅が、その分、このあたりが、ちょっと細くなった、という感じですね。で、これを、着込んでいって、だいぶ体に合うようにはなったんですけど、さらにもっと合うようにしていきたいなと思います。ジャッカルでした。ちょっとこう、開けたもあれで回ったか。もういいか。ということで、今度はね、全身ショットはショートで、あれや、ということで、革ジャンの大改造、ショット641ダブル X ホースハイドの身幅、大幅に詰めたというの巻でした。またよろしく。